シュベット解放区の酒井です。本日はミッションをバラしていきたいと思いますので、まあ、ちょっとお話ししながらやれていけたらなと思います。でちょっとチャンネルの宣伝ということでさせていただきたいんですが、このチャンネルではショブルヘッドのことや、ハーレーのこと、バイクのこと、まあ、工具のことであったり、まあ、販売だとか購入についてのことを話し、まあ、発信させていただいてますので、もしよければバイク今後購入されよう、ハーレー購入しようと思っている方ですとか、まあ、バイク乗られている方おられましたら、チャンネル登録していただけるとすごく励みになって嬉しいです。であとグッドの方もよろしくお願いします。はい、では作業入っていきます。でまあ久々にバラすんで、まあ、どうで、まあ、バラす理由としては、ここのメインシャフトのここですね、見えますかね、メインシャフトのここのギアがちょっと固まってるとか焼き付いてるような感じなんですよね。なんでまず一旦ちょっとこれバラして、どうなってるのかしっかり確認していきます。ちょっといろいろ話しながらというところでやっていきたいと思うんで、はい、ね、動画にちょっとつながりがあるとちょっとあまり面白くないというか、そういった意見をいただいたことがあったんで、もうとりあえず今日の動画としてはこのギアを、まあ、ミッションをバラしますっていう動画でお願いします。でこのシフトフォークのこれいろいろあるんですけど、このタイプはロータリーのとこはここに C クリップがあるんですかね。この C クリップはですね、ちょっとマイナス、ここの C クリップを、よし、取れました。はい、 C クリップですね。 C クリップ D、 C クリップちょっとなくさないようにしないといけないですよね。あ、そうか、C クリップを抜くだけじゃここちょっと抜けないんですよ。あ、そんなこと抜けるか。あ、ギリギリギリ、めちゃめちゃこれもうスプロケットのこの間をこうはい、抜けましたね。でこれでフォークのシフトフォークが取れますんで、今度このナットを取りますね。はい、これが必要になってきます。これ自作工具ですね。ここ先っちょだけ、ここだけこのサイズに合わせて、でここ溶接して作ってるんですよね。でここはまたそのなんだ、 32のこのディープソケットをくっつけた感じですね。まあ自作工具です。でこのこういったギアにこうシャフトについてることナットとか、まあ、ナットですか、まあ、これも大きなナットなんですけど、そういうのはこのギアを入れて、どこかにギアを入れればロックがかかるんで、その状態で外していく、まあ、トルク管理をしていくっていうことですよね。このジョイントでこれ、けどここは逆ネジなんで、あれ、
姫路でしたよね、確か。インパクトでやらんとかんかな。逆ネジですよね、確かね、ここって。いきなりまた。インパクト、ちょっとギア入れたんですけど、ちょっとギアの調子が悪くて、回っちゃったんであれなんですけど、ちょっとインパクトで外しますね。インパクトがちょっとエア漏れてて、全然たまらないんで、もうちょっとやっちゃいますね。多分いけると思うんで、ここをインパクトで緩めます。聞こえますかね。お、ちょうど今やりました。インパクトでこれ緩めますね。ちょっと。結構ガチガチに締めてます。ここは逆ネジなんで気をつけてくださいね。ここで、まあここのネジはこの4速ギアのネジになるんで、スプロケットです。はい、で次カウンター取ります。カウンター、まあカウンターシャフト、ここですね。このナット外して、これでいけるか。ロックワッシャーって言うんですか。またこれインパクトがいるのか。絶対ここきっちり締めてなかったな。でここにもう一枚、まいっか。なんかこれおかしい。これ取れないといけないんですけどね、ここで。あれ、どこだったっけ。
抜けるはずですよね、絶対。今ちょっとギア入れてたのもちょっとフリーにしたんですよ。ああ、来た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 。こうですね。で、こっち側からシャフトを抜きます。すぐ抜けるんですよね。はい、シャフトを抜きました。で、シャフトを抜いて、ここでこのカウンターを抜けるはずなんですよ。何の説明にもなってないですよ。できました。OK です。で、これとこれがここのシムですね。調整するシムで、こっち側にもこのシムが入って、これもこれやらかすとめんどくさいんですよ。探すのに一苦労なんですよね。あった。そうですね。このカウンターの方はこう前後にシムがあって、こっち側なんですけど、ここも厚みをこう、ここもカウンターで前後にシムがついてて、ここもいけるんですよね。調節できます。前後で2枚で調節していくみたいな感じですか。はい、ベアリングも OK。カウンター OK で、次は、そうか。次は。しまったー、しまったー、ここ緩めるの忘れたー。インパクトでいけるかな。しまったなこれ。けどここトルク緩かったよね。しまった、ここを緩めるの忘れました。こういう、要は今のはギアがもうこれ完全にフリーになっちゃってるんで、力が入らないかなと思ったんですよ。で、取れないのかなと思って。ここの、ここを緩めて、これ普通はこれプレート外して、ここベアリング入ってるんですけどこんなんすかね。普通ここ厚入、このベアリング厚入されてなくちゃいけないんですよ。で、通常であればこっちから叩く、こうやって、はい、厚入するあれもないですね。必要性がないです。いや、厚入されてないです。
まあけどベアリングが生きてますしね。よし。でこれこの鬼門の C クリップって僕呼んでるんですけど、わあ、このサードギアのとこにあれあるな、サードギアのところに C クリップがついてて、その C クリップを外すとちょっと今から外しますね。ちょっと多分見えてないと思うんですけど、けどこれやべえな。やっぱりこのサードギアのとこのクリアランスがきつきつすぎて固まってるんですよ、やっぱり。着しちゃってて C クリップが取れないかなと思ってやばいなと思ってたんですけど、案の定やばいんですけど、ちょっと動きますね。うわ、うまく外れる時と外れん時があるんですよね。もう C クリップはもう2回使わないっていう風に思っといて、もう外す時はもう壊す勢い、まあ C クリップをまあ伸ばすっていうか、これちょっと画面、僕が今やってること見えてないと思うんで、サービスマニュアルもしあれだったらつけときますね、動画では。ちょっとまあその動画編集するうまいこと編集できればですけど、これめっちゃこれを撮るとクリップは終わりましたけど、終わったっていうのは壊れたってことなんですけど、まんま曲がってしまったって大丈夫です。Cクリップ外れましたね。まあこうやってやった方が二度使おうって思わずやった方がいいと思います。多分もう曲がってもしょうがない。これ C クリップこれですね、今取れたんですけど、ここでこれ C クリップ、これで引っかかってるんですよ。あー、やっぱり回ったサードギアもありますもん。やっぱりキチキチすぎたんだな。
本当はここ今からこのレースがついてるんで、このレースの部分を取らないとシャフト抜けないんで、ちょっと叩きますね。このおお、メインシャフト、ここの部分見とってください。ここが出てくると思うんで、ちょっと見とってくださいね。ちょっと浮いてきてますね。ちょっと力が入れれないんで、叩くのにちょっと逆から右手で叩くようにしますね。ちょっと待ってくださいね。ごめんなさいね。ちょっと操縦してね。けどさっきのあの C クリップ本当めんどくさいんで、皆さん気をつけてください。これぶったたいてやるのはあれ？そりゃね、やっぱいいよね。わお、めっちゃメインシャフトぶっ飛びましたね。とりあえずこれです。飛びました。これがこうなってて、これが圧入されてたんですよ、ここの部分が。で、これ叩くことによってここごとここがバンバンバンって、はい、ちょっと説明難しいですけど OK です。これがメインドライブギアですね。よいしょ、プッシュも入ってます。大丈夫です。で、ここにベースがあるんで、レースじゃなくてベアリングですか、うん、これなかなかここはいい感じですね。はい、原因のサードギアです。ここにこうワッシャーがあって、この C クリップ、これ新品あるんで、あの後からまた出します。これも厚みがあったりするんですよね。ここにこれをちょっとサイズを測って、あれ、ちょっとここだよね、サードギアだね、これ。要はここですね。あれ、これも向きがありますので、ハイがこうだからこうか。で、順番が分からなくなっちゃうんですよね。こうで、あ、違うか。こうだ。こうですね。これが入って、このワッシャーがサードギア。これを僕かなり分厚くしてるんですよ。これをかなり分厚くしてて、で、ここに C クリップを入れて、ここが焼き付いてましたね、確実に。今これ全く動かなかったんで、さっきカウンターシャフト外した時動かなかったんで、ちょっとここのサードギアのワッシャーを変えてみたいと思います。はい、ではちょっと本日の動画はこれで終わります。ありがとうございます。原因分かりました。